今おばちゃんを、美容室に連れて行って、あー、また疲れました。疲れた、疲れてしゃあない。寒かったけどだいぶね天気良くなりました。結構ね、この道トラック通るんですよ。工事してんのかな。今何時だ。今1時か。感ですよね、カラオケまで遠いな。もうでもつい最近までここをね歩いたりとかね、あの動かない電動自転車で来てたこと考えると、まあ車がないとねやっぱあれですね。こっちは愛媛県ってね、結構ねやっぱり車がないとね全く動けないとこなんですよ。自転車乗っても何乗っても大変だし、体のね体調をね治すにはやっぱりね、この遊びの誘惑がなくて、であんまりこう贅沢ができない田舎でこうするのが、生活するのが一番体にとってはいいと思いますね。つくづく思います。やっぱり誘惑が
やっぱり近くにあるとどうしてもそっち行ってしまうし、食べ物があったら食べてしまうし、飲み物があったら飲んでしまうし、友達がいたら遊んでしまうしっていう、まあね、意志が強ければ問題ないんでしょうけど、なかなかね、人間の意志って強いようで弱い。ちょっとやっぱ目標とか自分がやらなくちゃいけない仕事が目の前にあると頑張れるっていうんですかね。ただその目標がしんどくなる時も正直あるんですけど、でもなんか目標とか使命感とか、まあ、そんなものを持って頑張ればまあいいのかなっていうふうに今は思っています。中にはね、やっぱ自分の人生もっと大事にした方がいいよとかね、言っていただける方もいらっしゃるんですけど、これがね、今のこの介護とか、これがね、僕のやっぱり今までの人生の中で一つのね、試練みたいな感じがして、これをね、乗り越えないと僕の人生ももう決まったもんだなというふうに思います。だからこれは神様が与えた試練だし、やっぱりこういう介護をこう経験する人もいればしない人もいると思うんですけど、でも何かのことでぶち当たった、だから経験としてね、しんどい経験だけども、介護から背けることなく、頑張っていきたいなと思います。苦労はしなければそりゃいいんでしょうけど、でもね、なかなか苦労のない、今まで遊びほうけてましたからね、やっぱりもうそろそろちゃんとしたことやれよということなんだと思うんですね。人生って何があるか分かんないし、どんなねきっかけがあるか分からないんですけど、忘れたな、やばいやばい。本当な、トラック多いんですよ。あ、かっこかわいいな、この軽自動車。ああいう軽自動車欲しいな。かわいらしいな、あの軽自動車。